皆さん、こんにちは。頭の中がお花畑、早く人間になりたいよ。こんにちは、西野みぶーです、いかがお過ごしでしょうか。今日もアメージング心理学始まります、今日はですね、自己需要。聞いたことありますか？文字のまんまだよ。それについて考えたいんだけど、なんか、ちょっとたどたどしくなっちゃった。すみません。先日ですね、必見。奇跡を起こす幸せを引き寄せる方法、自分を愛することで奇跡が起きる、そんな動画を上げたんですね。そこで自分を愛するっていうことに焦点を当てて、その時の動画は自己肯定感っていうのをねやったんです。自己肯定感ってよく聞くでしょう。これもね、その字のまんま、自己肯定です。自分を肯定すること。で、自己肯定感っていうのは、自分自身を価値のある存在だと認めて肯定すること。なんていうのかな、例えば今日仕事に行けたなとか、うまくいったなとか、楽しかったなとか、そういう経験を通して自分を価値のある存在だと認めることです。自分なんかダメだとか、そんな風に思わないってことで、今日やる自己需要っていうのも、自分を愛するためにとても大事なことなんです。これをできるようになると本当に楽に生きられるようになります。これは自己需要っていうのはね、自分のいいところも悪いところも含めて自分を受け入れること。自己需要だからね、とにかくそのまま丸っとこれが私ですってなれることなんですよね。自己肯定感ととても似ていますよね。ちょっとなんかどっちがどっちでもいいんですけど、言葉はどっちでもいいんだけどね、自己需要って本当にね、ありのままの自分を受け入れるってこと。例えば自分の容姿、外見ね、私なんか身長低いんですよ。155センチぐらいで、髪の毛もね、小さい子からちょっと癖っ毛なんですよ。それって子供にとってすごい、なんていうのかな、あれだね、受け入れがたいものだね。サラサラのさ、ツヤツヤのこう、なんか素敵に見えるじゃない。そう、でも私はこんなウェーブしてて嫌だなとかね、すごく受け入れられなかったな。そうで、だけどこれが私の顔で、これが私の体なんだって受け入れることなんです。このぷよぷよしたお腹も、これが私の体受け入れたくねえだそうそう、これがね、自己需要できない状態ね。こう鏡を見て、なんかさ認めがたいことあるよね。例えば、みんなで写真撮った時にすんごい目つぶってたりすることあるじゃん、自分だけ。それで他の子たち可愛く見えちゃって、なんか私もっと可愛いのにとかちゃんと決まった顔で写りたかったみたいに思うことあるでしょ。でもね、目をつぶってる時の顔はそういう顔してんだよ一瞬一瞬を、なんていうのかな、撮ってみたら、もう相当おかしい顔しながら生きてるんだけど、自分の顔ってさ、こう動きとか体型とかも含めて自分からは見えないじゃない。で、時々写真に写った時にさ、受け入れがたさみたいの出てくるんだよね。特に免許証ね無理、犯罪者ですけどそれさ、受け入れがたいじゃん。これいつもの私じゃないからみたいにさ思いたいけど、それもあなた、これも私ですそういう風に受け入れること。今ね、外見のこと言ってますよそれからね、受け入れるものには他にもあるよ。性格、このなんていうのかな、大雑把な慎重さのない勢いだけのあるね、私の性格、 ADHD の私の性格、これを否定しないで、これが私なんだよねって受け入れること。これはね、私結構できてると思うっていうか諦めたなんかさ、もっと素敵だと自分を思っちゃってることがあるよね。そうすると、とてもね、私
受け入れられない。そう、今まではね、なんかね、頑張ればなんとかなるんじゃないかなとか、人並みになりたいなと思ったけど、これが私だわ、うん、こんな感じでですね、自分の性格くよくよしちゃうとか、ネガティブが回っちゃうとか、すごい寂しくなって誰かを求めちゃうとか、それも含めてこれが私なんだなっていう風に受け入れることです。あとね、受け入れるものもう一個ありますよ。なんだと思う？いや、受け入れられねえな。過去です。自分の過去ね、過去の失敗とか後悔、うん、ありますよね。人には喋れねえなみたいなこともいっぱいあるし、いや、ひどいことしちゃったなってこともありますよね、うん、そういった、なんていうのかな、あの頃の自分は人には話せないみたいなものもあるでしょ。別に人に話す必要はないんですよ。でも自分で、あの時私はそれなりに頑張って生きてあれだったんだなっていう感じ、うん、自分の過去の失敗とかね、後悔を否定しないで。私なんかね、大きいバスがさ、後ろから走ってきてる時にね、歩道でさ、そこにね、まあ、好きな先輩とか乗ってるバスですよ。で、あ、バス来たと思ってさ、ちょっとかっこよく歩こうと思ったの、誰も見てないのにね。そしたらね、なんとね、足をくきってやってね、ドタって転んだんですよ。かっこつけるどころかさ、誰も見てないところか、全員が見たと思う。バカじゃねえみたいな。何もないところで転んだし、ね、そんなね、数々の失敗とか後悔も否定しないで、これは私の人生っていうふうにね、受け入れてほしいんですよ、うん、もうね、受け入れます、私、このコミカルな自分の人生を。ちっちゃい頃のね、私はアルコール依存症の家庭で育ったけど、うん、それもあれだな、私の人生の一つだな、そう、あれがあるから今の私がある、そんな風にね、受け入れてほしいんです。今言ったの覚えた？いい？自分の容姿、外見ですよ。そう、このチリチリとしたちょっとウェーブのかかった髪も愛おしい私の髪です。これ以外の髪はありえない。受け入れられないとね、ウィッグをかぶるとかさ、一生懸命ドライヤー当ててみるとか、別にありのままそのままでいなくてもいいんですけどね。そうだけど、なんかあまりにも格好つけちゃうとか、受け入れられないと、頑張っていろいろ、なんていうのかな、そういうものも整えて人の前に出るようになるから疲れるじゃないですか、ね、まず容姿、ちょっと話がまたどっか行っちゃった。こうやってね、話し出すと止まらない ADHD も私の性格、いいね、うまくつなげました。容姿、性格、そして過去だよ。この3つをね、受け入れてほしいんです。自分を受け入れると自分への批判は減ります。うん、だって認めてるからさ、人の評価あんまり気にならなくなるんだよね。そう、だから人からさ、例えば何か言われても、 あなたはそう思うんだねっていうふうに思えたりとか、だってそれ私だしみたいな。ちょっと開き直りみたいになっちゃってるけど。でもね、なんかかっこよく見せようとか、評価されようっていうふうに行動しなくていいから、自分らしく過ごすことはできるよね。で、自分の欠点も含めて受け入れるってことだから、そう、また散らかしてるみたいな、なんか私はね、散らかし術すごいからね。なんか収納術とかさ、そういった本いっぱい出てるけどね、正反対のところにいるけど、うん、この欠点ね、受け入れています。ちょっと迷惑をかけないようにやりたいと思うけど、そうすると完璧主義っていうのから解放されますよね、うん、これはね、楽に生きられるようになる。もっとちゃんとやんなきゃとか、みんなはこうやってるのにできないとか、なんかもう等身大じゃないじゃないですか、うん、だけど私はいつもこうなっちゃうんだよな、気をつけなくちゃなって、そんな感じですよね。で、この前自己肯定感って話したんだけど、この自分を受け入れるってことが自己肯定感が高まることにもなっていくんです。自己肯定感っていうのは、自分を価値のある存在だと認めて肯定していくこと、
そのためにはやっぱり自分の容姿も過去もそして性格も受け入れていく必要がありますよね。だから自分を受容するってことは自己肯定感を高めることになるんですよね。で、やっぱりね、自分を受容できるその自己受容力の高い人っていうのはストレスに強くなります。そうするとね、やっぱり心身ともに健康で過ごすことができるよね。で、自己受容ができてないとどうなるかというと、やっぱりさっき言った自分の容姿とかね、あるいは能力とか収入とか、なんか私は今この状態であるって認めてないと他人と自分を比べていちいち落ち込んじゃうんだよね、うん、だってさ、すごい収入の高い人とかテレビに出てる人とかを比べて、あ、ダメだみたいな感じで、なんかあなたは今どこにいるのみたいになっちゃうじゃないですか。そう、だからそうだね、自分軸みたいのもなくなっていくからすごく落ち込みますよね。で、あとはすごくね、競争心が高まっちゃうってこともあるかもしれない。自分に似た環境の人とか、ちょっとライバル心を持つ人に対して優位に立とうとして頑張っちゃうみたいな感じで、結局物事を見るのが自分を受け入れることじゃなくて人と比較するっていうところにね、焦点が当たっちゃうんでね。で、あと需要ができてないと自分の欠点を隠そうとしちゃうってことも出てきます。認められないよね、うん、だからさ、例えば、よく写真撮ってね、すごい加工したりするじゃないですか。まあ少し加工したくなるよ免許証の写真とかさ、犯罪者なのみたいな感じだったりと、あと、みんなと写った写真とかでね、イエーイとか言ってこうやっていて、みんなさ、すごい素敵な笑顔で写ってるのに自分だけ目つぶってるとかさああいうのを見るとさ、ちょっとね、私もっと普段可愛いのになみたいにさ、受け入れがたさが出てきたりするよね。でもね、私思うんですよ、一瞬でもこういう顔してる時があるんだなって目開けてても大したことないけどさらに目つぶってたらさ、もうさらに受け入れられないみたいに、ね、なっちゃったりして、芸能人でもそうですね、年を取ってきてもね、やっぱ受け入れられないよね。若かりし頃の栄光がありますからね。そうするとね、すごい、加工したりしてね、時空が歪んでるみたいになっちゃったりするでしょ。そう、少しでもよく見せたいっていうのは、その努力は全然否定しませんけど、いいですけど、私年取っちゃったんだよねっていうのを認めた上で、だけど、まあ、仕事上少し美しくしとくかとか、あるいは、そう、プライベートでも全然いいですよね。少しよく見せたいなっていうことがあっても全然構わないけど、自分の欠点を認めないでそれをやるとね、苦しくなりますね。だって常に隠していかなきゃいけなくなっちゃうからね。あと失敗とかも隠しちゃったり、言い訳をしちゃったりするってこともあるかもしれない、大きく見せなきゃいけなくなっちゃうからね、自分の欠点を認めてないとね。あとは、自己受容できてないと自己否定的な発言っていうのがいっぱい出てきてしまいます。自分はダメだ、自分は価値ないとか、自分を否定するような発言ね。で、自分を批判し続ける。だってさ、そのダメだと思ってるあなたが自分ですよって話なんだけど、受け入れてないんだよね、ダメな自分をね。そう、だからダメを受け入れると苦しくなっちゃうだろうね。それってさ、ダメって思ってる時点で誰かと比較してダメになってるでしょ。自分自身だけでやったらダメは出てこないんじゃないかなと思うんですけど、価値がないとかっても誰と比べて、何の価値のもとでそれを決めたのっていうと自分じゃないんですよね、世の中とか、だから基準がどっか行っちゃってるんですね。だから常に自分自身を受け入れていく、そう、そんな感じかな。だって三毛猫に生まれてさ、真っ白の猫になりたいだって無理じゃないですか。私は三毛猫ですってね、思えばいい、そういうことなんですよね。で、あとね、完璧主義になったりします。自分にやたら厳しい、
もっとできるはずだとか、もっと素晴らしいって、どっか思っちゃってるんだろうね。だからやたら今の自分を許せないみたいになっちゃう。あと自分の失敗も許せなくなっちゃったりしてね。で、一番苦しいのはやっぱり人の評価を気にしすぎちゃうってことかなと思う。人からの評価とかを気にしすぎて、そうしていくと人に気に入られる生き方をやっていくようになるから、自分らしさを失ってしまうということなんですよ。で、常にね、誰かに認められたいってそういう欲求が強いから苦しいよね。これって、仕事でも友達関係でも家族でもそうかもしれないんだけど、 SNS も、そうなっていっちゃいますね。数を気にする。 SNS だとなんか数が認められた証みたいな形になっていくじゃないですか。そうすると、前にも私も話したことあるけど、自分のことね。で、数を気にすると自分のやりたいことできなくなっちゃうんですよね。例えば商売でもそうだけど、商売はいいんですよ。お金のことだから、ビジネスだから、より多くの人に受け入れられるものを作っていくっていうのは、それは企業努力であるんだけど、だけどプライベートなもので他人に認められようとすると、自分らしさっていうのはどん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 失われていきますよね。認められるものしか作らなくなっちゃうから、躍動するもので人から受け入れられないものはやる価値ないみたいに、ね、なっちゃうじゃないですか。それはとってももったいないよね。本当にいい自分の個性があるのにね。そう、こんな風にしてると、自己肯定感は下がっちゃうし、ストレスも増えちゃうよね。幸せ、そんな感覚がなくなってくるよね。で、やっぱりね、人生に迷いが生じちゃうということはあります。なんかやっぱり人に合わせていくから、自分が本当に何やりたいのかとかね、そういったこと分かんなくなって、もう迷宮入り迷路にはまってね、本当に迷い続けちゃいますね。五里夢中みたいな感じね。やだね、霧の中ね。ちょっとね、晴れ間のあるところに出たいものです。そのためにはね、やっぱりね、自分を受け入れるってことは幸せな人生を送るために必要な要素なんですよ。自分を愛すると奇跡は起こります。本当にね、自分をどう扱うかっていうことが自分の人生をとっても大きく左右するんですよ。今ね、自分なんてって自分を否定したりしていないですか？自分は完璧じゃないし、欠点もある。そう、それは誰でも同じなんですよ。大切なのは完璧じゃない自分を受け入れること、不完全な自分を受け入れることです。これが私、これが私の外見、これが私の性格、これらが私の過去、こんな風に、これが自分の個性である、そんな風に思えるようになったら気持ちがすごくスッと楽になるよね。こうやって自分を愛していくことで自信がついて、幸せが感じられるようになって、人生はどんどん輝き始めます。どうか自己需要を深めて、自分を愛して幸せな人生を歩みましょうね。できそうですかね。容姿、性格、過去、一個一個ゆっくりでいいから受け入れていこうね。きっとね、今まで背負っていた重たい荷物が少しずつ軽くなってね、楽に生きられるようになると思います。私もね、まだまだ荷物背負ってますのでね、一緒に軽くしていきましょうね。今日も最後までお聞きいただいて本当にありがとうございます。またお会いしましょう。みぶでした。どうもありがとう。皆さんの応援で支えられてます。またね。みの心がポジティブになる3グッドシングスのワークブック出ました。今ここでは2種類のデザインがあるけど、今ね4種類のデザインがあるよ。毎日つける3グッドシングスと、あと塗り絵とジャーナリングとかね、いろんなものが入っているんだ。それで、1冊で3ヶ月使えるワークブックとなっています。よかったらチェックしてみてね。